シーケンス制御とは、あらかじめ定められた順序、または手続きに従って、制御の各段階を逐次進めていく制御である。日本工業規格の旧規格 C0401 に定義されている。機械に行わせる動作を順序正しく覚えさせておくことにより、指導ボタンを押すだけで、あとは全部制御装置が仕事を行う場合などに用いられる。 シーケンス制御は、全自動洗濯機、エアコンといった私たちの身の周りにある、家庭用電気器具をはじめ、信号機、自動販売機、工場の産業ロボットや自動化設備、ビルのエレベーターや自動ドア、発電所や変電所に至るまで、様々な装置や設備に使われている。単なる、スタート、ストップに限る単純なものから、複雑な信号処理を必要とする大規模なものまで、 存在しており、あらゆる分野で活用され、自動化、省力化に大きく貢献している。基上の学問ではなく現場の実学であるため、体系化されず、軽んじられてきた。しかし PLC の出現によって、処理速度が格段に上がり、リレーシーケンス技術とマイクロコンピュータ技術が融合した。特に工場の生産ラインでは、ほとんどがシーケンス制御を利用しているといっても、 過言ではない。有接点シーケンス、リレーシーケンスとも呼ばれ、電磁リレーをスイッチとして利用し制御する方式である。表現方法として、シーケンス図が用いられる。負荷容量が大きいことや、電気的ノイズに安定なことなどから、電動機の制御に応用される。昭和30年代から昭和50年代までは、リレー回路によって構成された、シーケンス制御回路が普通であった。 無接点、シーケンス、ロジックシーケンスと呼ばれ、トランジスタや IC などの半導体を用いた論理素子をスイッチとして利用して制御する方式である。表現方法として論理回路図が用いられる。物理的動作がないため有接点に比べて動作が早く機械寿命が長い。しかし一度組んだ回路は容易に変更できないため、単純な組み込みシステム以外では、 PLC の発達とともに利用されなくなった。ラダーズシーケンス制御専用のマイクロコンピュータを利用した制御装置をプログラマブルロジックコントローラーまたはシーケンサーという。これはパソコンや専用の入力機器を利用して制御内容をあらかじめプログラムによって表現し、これを逐次実行することによりシーケンス制御を行う装置である。 制御内容の複雑化や高度化の要請が高まり、現在では最も多く用いられている。表現方法としては、ラガーズが用いられ、電気配線がプログラム上で表現でき、制御内容の変更が容易である。主に空圧機器や電磁モーターなどと組み合わせて、高速化、勝敗線化を実現している。PLC を使った制御対象として、 リモートアイオーや隠しモーター制御、具体的にはインバータモーター、サーボモーター他のセンサーなどがある。最近はこれらの制御を行う際にフィールドバスと呼ばれるネットワーク技術が使われている。PLC にはこれらの各種フィールドバスに対応するためにオプションのネットワークカードで対応する場合などもある。最近の流れとして産業用インサネット化が進められていることも 特筆すべき点である。自動洗濯機やエアコンなどの家電品には、それぞれの機器1台につき1個の専用のプログラムが内蔵され、ワンチップのマイクロコントローラによって制御されている。これにより、機器の操作対象や環境の変化に応じた自動運転ができる。温度、時間、回数など設定する機能をプログラムとして組み込むことによりユーザーの意思通りの制御ができる。一般に、 マイコン制御と呼ばれる。ありがとうございます。